メートル最終組第19組となります。インナーレーン加藤里乃池田高校、アザーレーン能登若菜白樺学園高校。第19組がスタートしました。なおこの組が終わりますとお成長となります。200m 加藤19秒71、能登19秒87。あと1周 600m 加藤51秒75、ラップ32秒04、能登53秒40、ラップ33秒53。第19組の結果です。インナーレーン加藤1分25秒35、アザーレーン能登1分31秒09。以上でした。